さあ、こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、まあ、チームが強い、まあ、強い選手がいるチームっていうのはやっぱり上位に行くと思うんですけど、うん、まあ、強い選手というかいい選手、ね、いい選手、はいはい、と例えば采配とかいろんなことに長けてる監督がいるチーム、これっていうのはなんかこう比例するものだったりとか、例えばやっぱり采配が大事とかいろんなあるんですか。たださ、うん、選手がいるいないで戦うって、うん、いないから負けます、うん、いるから勝ちます。そんな単純なさことだと見ててつまらないじゃない。まあ、そうですね。戦略とかもボルトがさ、はい、100m 走るときにもうボルト勝つと分かってるよね、はい、でも誰かあいつを破るんじゃないかっていう期待感と、逆に言えばボルトがどんな気力を出すんだっていう両面で多分見てると思うんだよ、はい、でもさ戦力が整ってるから勝つ、うん、ないから負ける。これじゃ誰がやったって監督一緒じゃない、はい、それじゃつまんないじゃない、うん、でもプロ野球だから同じドラフトやってね、まあ、お金のかけ方、はい、外国人を取ってくるとか FA の選手を取ってくるとか、うん、そのかけ方によってやっぱ戦力が厚みを持ったりだとか、うん、そういうことはするけども、うん、やっぱ監督で勝てるっていうふうに俺は思ってるからね。やっぱ監督のその力っていうのはすごく比重を占めてるってことですよね。と思うよ。やっぱ監督の際でやっぱ勝てる試合っていうのは年間で何試合あるかなと思ったら相当あると思う。はい、おお、うん、じゃあ今日は豊さんが考えるやっぱこの監督、まあ、采配も含めていいなとか、まあ、注目のこう気になる監督であったりとかを数名ピックアップしたいんですけれども、あ、まあ、例えばね、はい、原監督とかはもう実績十分だし、うん、はい、もう何も言うことないし、うん、彼は彼で監督を作り上げてるよね自分の、はい、だからまあ今回は置いとくとして、はい、やっぱ高津監督が俺はやっぱこう最近ではすごいなと思うよね、はい、なんかそれを印象付ける試合とか、これはね、先発がパッと崩れた時にまだゲームが勝ってるんだよ、はい、その時に木澤を持ってきたんだよ、はい、木澤ってベンチに入ってるピッチャーの中で一番信頼が薄いピッチャーをなぜここで持ってきたんだろうなと思うんだよ、はい、でもそこで頑張らすんだよ、うん、ね、で勝ち投手にするんだよ、はい、で次の試合、うん、一番大事な同点の時に持ってきて、うん、負け投手になっちゃったんだよ、はい、で次また木澤を使って勝ち投手にするんだよ、うん、はい、これはね勝ち投手になるにつれて戦力になっていくんだよね。すごいですね。だから戦力の作り方を知ってるというかさ、それを一軍の大事な試合でやってるんだよ、るんですよね。だからねこれね目につかないでみんな気がついてないかもわからないけども、はい、高津監督のこの采配はともかくとして、はい、人を使っていく術っていうのは、うん、俺は長けてると思うよ。でその本当に試合の中で選手を育てていくっていう、そうなんだよ。で長岡だって、はい、あれだけミスしたのにじーっと我慢してんだよね。他にもショートいるんだよあそこは、はい、でも我慢して、うん、とか、はい、いや山田青木を平気で休ませるとか、はい、ね、それで試合に勝っちゃうとか、そうなんですよね。だから戦力じゃないんだよ、あ、戦術なんだよやっぱり、術の方なんですね、うん、だから俺は最近は高津監督をすごくリスペクトしてるというか勉強になる。あの普通例えば投手出身だとやっぱりどうしてもその投手目線だったりとかバッターのことはってなっちゃいますけど、高津監督ってそういうあんまり垣根ない、うん、ただねやっぱピッチャーの使い方うまいなと思うよね。ノーアウト満塁田口突っ込んできて抑えさすとかさ、日本ハム戦ですよね。そうそうそう、あれすごかったですよ、ね、とか、はい、まあ結果がいいからたまたまではなくて、その結果をこう予想してるような使い方をしてるよね。だから木澤が負ける、あ負けたなって、あまあそうだろうなっていうような感じだもん。 あんなことしてたら負けるよなみたいな、はい、でも次にチャンスやるんだよやっぱり。で勝ち投手にしてるんだよ。で3勝今、はい、この動画を撮ってる時点で3勝してるんだけど、はい、やっぱ3勝もしたらさ、うん、すごいですよ。いやあのピッチャーってもっと時間かかるんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、やっぱしっかり形にしてるもんな。いやだからそういう意味ではすごいし、うん、やっぱそのキャッチャーの使い方だとか、
そういうところもうまいし、ね、そうですね、やっぱりいい監督だなっていうふうに最近思うようになってきたね。あ、いやそれはさ、去年までとはやっぱり見方って若干違ってますか？だから去年はその勢いもあってね、うん、まあ、きっかけをつかんでチームが勢いを増してきた、うん、まあ、その中での采配だから、うん、まあ、ある程度のことは当たってきた、うん、ね、だけどやっぱ青木を下げて、当たってないと思うのは下げて山崎を持ってくるとか、はい、でサンタナのあの誰に埋めさすとか、うん、ね、まあ、いろいろこう試行錯誤をしながらやってるけど、俺戦力的に見れば薄っぺらいと思うよ、うん、そんなね熱くはないと思うよ、うん、だけどその戦力たちをちゃんとしっかり戦力にしてるというかさ、うん、で川端もずっとヒットがなくて、うん、ポッと先発で使って、ね、4打席与えてきっかけをつかませて、うん、でまた次から代打に置いて結果を出させるというかさ、いやだからすごくね、やっぱ高津監督っていうのはよくできてると思う、俺は。そうですよね、うん、だからこれみんな評価しないけど、はい、俺は評価してます。高津さん、いやそうですよ、いやいや本当に立派だと思うよ。まあ、高津さんはだから今その12チームの中ではやっぱりちょっと、いや使い方がうまい、うん、人の。あとは今シーズンから新監督になった、例えばパリーグでいうと日本ハムの新庄監督、やっと形を作りつつあるね、はい、相手が最も警戒するチームになってきてるね。やっぱ何をしでかすかわからないというさ、はい、やっぱ勝負事で言えば、うん、え何をしてくるんだっていう不気味さがあるよね、はい、それとやっぱ我々は弱いという、うん、そういう信念のもとで戦ってる、うん、信念があるんだよ、そうです、弱さに、弱いという、そうですね、いやだから怖いんだよ。何を差し込んでくるんだろうっていう不気味さが相手を困惑させてる、はい、うん、だからここら辺もやっぱこう、まあ、ビッグボスならではだよな。そうですよね。で他の監督ってさ、大体ねやりながら同じことをやっていくんだよ、うん、例えば送ったら俺も送るみたいな、なんかねミラーゲームみたいになっちゃってるんだよ。あ、それじゃあさ強いチームに勝てないじゃん、はい、でも弱いっていう居直りがあるから何でもしてくるよね、うん、はい、だからそこの魅力っていうのが一番だし、それは俺は理にかなってると思う。だとみんな同じ監督をさ、まあ普通の高校いろいろな監督見てて、うん、同じ采配しかしないんだもん、はい、なんか固定観念に縛られてるというかさ、うん、いやここでこうやったら笑われるとかさ、うん、ね、叩かれるとかそんなことばっかり気にして多分やってると思うんだけど、うん、ビッグボスはそんな観念ないもんね。ないですね、うん、いやだから気持ちがいいよね。そうです、だから相手はこう困惑するというか、うんうん、なんか変にこっちが動けないみたいな、そういうことになってくる。そうですよね。だからなんか相撲でいうところの、例えば舞の海さんが猫騙しじゃないですけど、どういう戦術をしてもいいから相手、強い相手に勝っていくっていう、その奇想天外であったりとかで、プラスアルファ個々の選手たちがすごい能力を上げてきてるじゃないですか。そうよ、それが、まあ、まあ能力が高い選手は多いわね。はい、だからそれを最大限に引き出そうとしてるのが、はい、今ビッグボスがやってることだし、うん、だからまあ、あの固定できないんだろうけどもね。そうですね、うん、だけどまあそれだけじゃダメだけどね、はい、それだけじゃダメだけど、まあ、それをやりながらどう強いチームを作っていくかっていうのが、うん、やっぱこれから今後楽しみになってきてるよね。そうですね。だから交流戦とか見てても、うん、日本ハムと戦うセ・リーグの試合とかすごい楽しいというか面白いです、うん、見ててやっぱり、うん、あとじゃあセ・リーグで今シーズンからの監督といえば、もう中日の立浪ね、はい、頑張ってんな今ね、あの故障者も多いしさ、出てきたと思ったらまたいなくなっちゃうので、ね、だって一番肝心なショートがいないんだもん。そうなんですよ、フィールドで守る人が ね、まあ、その中でいろんな試行錯誤をしながら、うん、まあ、やってるけど思い切って若手を使い、はい、まあ、石川を成長させながらみたいなね、うん、まあ、ネオの二刀流とかもいろいろある、はい、で中途半端だどうのこうのとかいろいろな意見あるけど、うん、使ってる方が一番分かってるよね、そんなことは、うん、でもネオがだから中途半端なんだよ。中途半端だから中途半端になっちゃうんだよね、はい、だけどそれを超えるのはどっちだっていうのを今見てるんだよね。だから人から見ると中途半端かも分からないけども、はい、やっぱ中途半端なのは一番立浪監督が分かってることで、うん、ね、やってることも、うん、でも中途半端だからしょうがないんだよ。
あの、まあ、選手としてね、まだね、はい、まだ、うん、だからどっちなんだっていう、使ってみなきゃわからないからさ、でいわゆる野手なのかピッチャーなのかっていう、それとも両方できるのかっていうのはね、うん、だからそういう風な感じで中途半端には見えるかもわからないけども、見定めてるという段階だからさ、はい、だからこれはやっぱり黙って見守るべきだしね、はい、やっぱりあのなんていうんだろう、バンテリンドーム以外では投手がねあまりいい投球ができないという悩みもありながら、はい、まあでも一生懸命立浪の性格を知ってると耐えてるなと思うよ、うん、知ってるだけにもうねマグマ爆発せんかなと思ってドカンとね、いやドカンと来るんじゃないかなっていう心配あるけど、うん、はい、辛抱強く我慢してんな。そうですよね、自分が切れたらっていう、あのよく自分のことを知ってると思うよそうなんですね、いや本当に、まあ、あれほど負けず嫌いな男がいないからね、立浪さん。あ、そうなんですね。だからそれがこうじーっと我慢してる姿っていうのはさ、うん、やっぱ心打たれるよ。ですよね。そうですね。プラス中日ってやっぱり、まあ、打てないっていうイメージをその立浪監督が来てからどうにか払拭しようと、こう打線つながったりとか、まあ、そうだね、うん、そういうふうなことも仕掛けたりとかもすごいされてますもんね。いや、してるよ、うん、だからあのまだチームとしては成熟度っていうのがな、はい、少ない、まだ達してないからね、うん、まあ評価はできないけど、まあだけど、まあ、着実にはいってると思うよね、うんうん、まあ、昨年よりは取るようになったし、まあ、策としては非常に取るようになったしね、はい、うん、だからこれから楽しみだなっていうふうには思ってるけど ね、 そうですね、まあ、なかなか揃わないな。そうなんですよ。でベストメンバーが組めないというかさ、うん、戻ってきたら怪我してまた戻るとかさ。そうなんですよ、行ったり来たりしてるので、ね、うん、だからまあそこら辺がすんなりこう形になってくれば、うん、まあ、期待はできるけど ね、 そうですね、うん、でも今挙げた3監督は本当にまあ個性的というかそれぞれ色が出てチームを引っ張っていってる監督、まあ、そうだなっていう印象を受けますね。だからビッグボスとか立浪監督とか、はい、まあ、非常に注目されたりだとか評価されてるけど、うん、やっぱ高津監督のやっぱ人を使う術っていうのをちょっと見といてくれたら面白いと思うよ。じゃあ、まあ今日からね、まあ、この試合からでもどういうふうな采配するのかとか、うん、交代どうするのかとか。だからね、采配云々じゃないんだよね、うん、人をどう当てていくかっていうのを見てると面白いと思う。人ですね、人をどう使うか。そう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 。あ、じゃあちょっとね、選手だけではなくそういった監督のこうね力というか、まあ、色を見てると、うん、すごく面白いと思うよね。そうですね、はい、はい。